い、どうもジャックポットです。ちょっとあの普通の動画久々です。いや、ほんまやな。どこここ？ここ実は横浜に来てます。横浜？はい。なんで横浜に来てるかっていうと、うん、今回解散して一人になったやん、うん、で、それでちょっと知り合いの社長さんがなんか連絡くれて終わったら、うん、なんか大丈夫みたいな。心配してくれた。それでもしあれやったらその仕事あの案件振りますよみたいな感じで仕事くれた。うっそ、ありがとうございます。ありがとうございます。で、その社長さんが、葬儀屋さんで、和光葬儀社で、ここで何をするかって言ったら、葬儀屋さんの一日体験します。え、どういうこと？職員側の？職員側の。無理やろ。いけんねん。いけちゃって。嘘やん。いけちゃって。え、髪の毛どないするの？金髪？髪の毛も、いけるいける。金髪で、知り合いやから、もう言ったら何でもいけるから。そんな職員おらんやん。めっちゃ優しいし、もう何でも言うと聞いてくれるから。マジで？ワンちゃん、あんちゃん、あの、私服でもいけるかもしれない。結構仲いい人。え、結構仲いい。仲いい。もうめっちゃよくしてもらってるから、まあ、じゃないと呼ばれへんか。一旦打ち合わせだけあのしに行くんで、ちょっと上上がります。わかりました。はい、ありがとうございます。今日この後、あの式場での髪の毛もいけるいける。金髪で私服でもいけるかもしれない。知り合いやから、もう言ったら何でもいけるから。飾りがで、飾りの現場、それが東京の都内で、はい、現場があるので、ポケットの後頼むよ、今日は。よろしくお願いします。ヒュニもめちゃくちゃいい男だからさ。いやいやいや、ありがとうございます。今度はね、はい、ナムトプロジェクトってやるんですよ。はいはいはい。山梨の方でね、はい、かなり大きな土地があって、はい、そこに前向きなホームレスの人を住んでもらって、はい、あと、例えば母子家庭とか、はい、父子家庭とか、はい、生活に困窮してる人たちを受け入れて、で、そこから村から、はい、市から、県から車で動かそうという大プロジェクト。めちゃくちゃでかいプロジェクト。最悪、もうすぐ家なくなったらそこに古民家カフェみたいな食事どころ作って、はいはいはい、そこにバス停作りたい。バス停作るってどんな手続きいるんですか？わかんない。聞いたことないです、バス停作るって。これはもう生きてる限りできるやつやから、うん、死んだら誰かにやってもらうと思う。シニコがやってくれよ、シニコに。今から託しとこうか。いいとこ取りやん。めちゃくちゃいいとこ取り。ある程度もう出来上がってから。形出来上がって。なんで後継者です。いや、それもいいんじゃない。いや、だってさ、俺もほら、今年68になる。はい。同じ年代を、どう後継者するよりか、うん、若い人を後継者した方がいいから。なるほどね。常に前向きの人がいいよ。うん。それだけなら負けへんな。そうですね、あのポジティブさだけなら。で、同じほら、シニクと俺とほら、共通点があるじゃん。はい。ノブとか。はい。まあ、ありますね。誕生日は10、僕の誕生日は9月です。ああ、ひょっとして19とか20歳。え、年齢ですか？いや、19か21ぐらい。誕生日ですか？29です。29? 29。ああ、俺別れた女性が9月19日の乙女座だった。なるほど。乙女座とヤギ座って合う。へえ。うん、乙女座でしょ。僕天秤です。ああ、ほぼ外してもらってさっきから。ちょっと今、ナムさんの家を動画で見ていい？ナムさんの部屋にナムさんが飾ってる。しかもめちゃくちゃ綺麗なナムさん。これヒカキンさんからもらってるんですよ。ああ、してみて。サングラス、うん、かっこいいからしてみて。関節的にヒカキンさんとコラボ。関節ヒカキンさん。じゃあ、喋れてる。かっこいいね。お前ブンブン。俺に関わってくれる人は全て幸せになってもらいたい。だから、みんなほら、YouTube、まあ、ちょっと YouTube 批判なんのかな。金の使い方がちょっと変な方向に入ってる。だから、生きる金を使いたいと思う。その一緒にね、人生を、残り人生を、みんなで楽しんで、村を作るっていうさ。それをやれば、一番ね。で、この村が、またでかくなっていくんだ。いや、いいですね。ナムソンがでかくなっていくっていう。だから堅苦しくない方がいいんだよ。ああ、いいですね。でもそう、うん、確かに、うん、みんな楽しく。これがさっきのさ、ユニット仲良く
2代目応援してます、ほんまに、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、今ちょっと和光葬儀社さんの、うん、あの斎場に、はい、ちょっと近場の斎場に行かせてもらって、今から東京都内の、え、今から東京に行く、さらにそこが一番の職業体験らしいから、え、この横浜から東京に今から行くと、今から行く、ほんで、うん、そこの斎場であの花飾りとか、うん、いろいろほんまに、うん、ほんまに職員さんたちがやってるような仕事を体験して、うん、あのもうこれが本番やから、ここがメインやから、え、三脚とかあれやんな三脚、うん、三脚、その手に持ってるやつはある、あ、これ、俺持って帰るもん、これ、え、持って帰る、いや、持って帰る、ちょ、今から東京行ってたら定時間に合えへん、なんの今日の定時、なんの定時やねん、いや、今日は無理やから、お前、ここまで来て帰られへん、ちょ、分かってんねんけど、5時半に大阪つかんと俺も無理やから、残業的申請してないし、いや、お前もう、そういうのええから、あか、ほんまにあかんねん、なんでほんまにごめん、今からほんまに東京行って、いや、これメインやん、分かった、分かった、ほんなら三脚預けるから、なんでやねん、絶対返しな、えって、でもこれは渡すわ、ほんなら何がやねん、これはもうほんまに仕事やから、うん、しっかりとした、わかんないけど、もしかしたら、ちょっと待って、もうちょいしゃがんで、もうちょいしゃがんで、もうちょいしゃがんで、何してる、よいしょ、もうちょいしゃがまな、無理、いや、もしかしたらもっともっと、それぐらいするぐらい、それだけ来たら、ごめんな、お前、もし、おい、待って、お前、ほんまにやって、おい、じゃあちょっと今から、体験させてもらうんで、よろしくお願いします、はい、じゃあこれから道具を式場内に運びます、わかりました、仕事してる風だけしっかり取っておいてください、足元気をつけて、新規君も大事ですね、 YouTube で100万登録いかなければ葬儀社就職、いや、もうあの食えなくなったら、はい、就職させてもらいます、うん、はい、前はお通夜って結構やってたのが、はいはい、一日葬って言ってお通夜はなくて、特別式一日だけっていう方が多いんですよ、最近でも半分以上一日葬だね、そうですね、あとは家族葬だね、家族葬っていうのは2日間はやるけど、もう家族だけ、初めての葬儀は不安なことがたくさん、和光葬儀社は皆様からの信頼と実績で口コミ件数ナンバーワン、ご要望に合わせたプランを安心の明朗会計でご提案、追加費用は一切ございません、少人数専用葬祭ホール、リビングホール和光専用プランも、最後のお別れに私たちが親身に寄り添います、人生という輝きを最後まで大切にしたい、和光葬儀社、はい、今ちょっとホテル着いたんですけど、何これ、めちゃくちゃ綺麗なホテル撮ってくれてるやん、ありがとうございます、渡辺さん、いつも、はい、ということで今日一日葬儀屋さんの職業体験させてもらって、で仕事お疲れ様でしたということで、ご飯に連れてきてもらってるんで、ご飯食べてきます、ここです、はい、よろしくお願いします。じゃあ、美味しそうだね。これも美味しそうだね、いつもの。